うん、オッケー。はい、いけるよ。あ、はい。うん、じゃあ、多分ね、6時ぐらいだから、6時に小金井のマックでいい。あった。あ、なんか、アツトと春季と内藤が来るから。うん。言っといて、内藤に。場所言っとけよ、お前。なんで内藤にお前言わねえみたいなことやめろよ。うん。あいあい。ういっす。あ、誰で？あ、地元地元。うん。行くか。飯行こう。晴れたな、学食だな、これは。大学のコミュニティにはちゃんとフィットしようとしてる桐生。はい、桐生。あ、はい。で、なんかその、え、あかりと内藤が、ほんとガチ揉めてんだ。その、別れる別れないみたいな感じになってんだ。あー。ちょっと俺じゃあ間入るわ、一旦。うん。いや、今日無理なんだよね。うん。了解。はい。え、誰で？あ、じゃあ地元。ああ、そう。夜楽しみだな、今日。え、来れんの？いや、飲み会行く、普通に。あ、マジで？当たり前じゃん。え、大丈夫なの？で、ひなのちゃんとか来るんでしょ？来る来る。あっちへ。行こうぜ。行こうぜ。セックス。でも大学の女子とは仲良くなれてない桐生。内藤がその後なんかまた遊ぼう。おー、ひなのちゃん。おいおい、昨日やばかったよ。めっちゃ楽しかったね。え、帰った普通に。あ、マジで。あ、よかったよかった。今日結構飲んだよね、なんだかんだよね。うん、めっちゃ楽しかった。え、一緒にさ来てたあの ゆうかちゃんだっけ。うわ、平気だった。あ、ほんと。いや、マジ楽しかった。え、また飲もうよなあ。また飲みたいね、マジでなあ。飲みたい飲みたい。え、あ、そうだよ。あ、だから昨日さ、あれ LINE グループ作ったやつまた連絡するわ。うん、サンキュー。はいはい、じゃあね。はい、飲みたいね。わかった。なあ。